今日はね、中村天風先生の、お話なんですが、早くね飲み込んでしまう、食べ物をね噛まずに飲み込んでしまう方いらっしゃると思うんですが、やめた方がいいですね。しっかり、気づいたらね口の中のものがなくなっているっていうくらいまで噛んで、食べるようにしましょう。そうすることでね、満腹感も出ますし、感謝の気持ちも出ます。そして、無駄にね食事量も増えないです。血糖値のね上昇も抑えられます。なのでしっかりねよく噛んで食べるようにしましょう、ね。そうすることでね、いろいろね健康な面で、上昇してくると思います。よろしくお願いいたします。